こんにちは、まセン6494です。今回は北海道旭川市でいじめ、自殺、事件が頻繁に起こっている真実に迫る、シャープにもみ消された報道についてお話ししていきたいかなと思います。はい。多分、これをご覧になっている皆様、ちょっと気づいていると思うんですけど、全然報道とかされなくなりましたよね。驚くぐらい。 全然ですよね。あのなんだろう広瀬紗彩さんの事件とかもうすっかり何もニュースしなくなったし教育委員会からの,あのなんだろうこういった結論になりましたみたいなそんな話もせず何事もなかったかのように普通の日常に戻ったプラス まあ、オリンピックの問題とか、まあ、別のニュースにシフトチェンジしてるんですけどどういったことなのかなと思ってあの正直あの迫っていくっていう、まあ、動画アップしてから、まあ、いろいろ調べたりとかしてたんですけど、まあ、ちょっと間空いてしまったんですけどあのその間完全にあの報道関連とか 自殺関連とか、あの、いじめ関連とか、そういうの全く何もなくなってるよねっていう。これ、何なんだろうね。なんか、気持ち悪さというか、わざと、オブラートに包んで、終わらすみたいな。 そんな空気に感じて、何それっていう、何の解決にもなってないっていう事件と、なんかそういった、あの、はぐらかすというか、揉み消すとか、個人的にめちゃくちゃ嫌いなんで、めちゃくちゃ掘り起こそうかなと思っているので、よろしくお願いいたします。え、まあ現在、あの、まあ新しい情報ですね。 お持ちの方もぜひぜひコメントしていただいたりとかあの連絡していただければ、まあ、どんどんとアップしていきたいと思うのでよろしくお願いいたします、うん、まずそういった原因を突き止めて摘、まあ、み取っていくあのどんどんと表に出していくっていうことがすごく大切なことだと思っていますので よろしくお願いいたしますはいということで今回は北海道旭川市でいじめ自殺事件が頻繁に起こっている真実に迫るシャープに揉み消された報道についてお話ししてきましたそれではご視聴ありがとうございますこの YouTube 動画では雑談音楽配信ゲーム配信を主にやっております また引き続き頑張っていきたいと思いますのでよろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。